こちらスーボブルーリッジ2。この通信が届くアンドロイドプサ支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが追っかけている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。2.8キロ。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵、どこに？攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。クービーさん、衛星レーザーの直接攻撃承認が降りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。
確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。くそ、本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。ルビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。